今日はプラチナ万年筆から登場しているプロユース171の新色マットブラックを購入したので皆さんにご紹介していこうと思います最近はいろんなメーカーが忘れた頃に限定色や新色を出しているんですけれどもこちらの新色はただの新色ではないんですよねなんと先端のガイドパイプまで真っ黒に仕上げられていてこれまで見たことのないカラーとなっています ステッドラーの92535オールブラックも新色として以前登場したんですけれどもオールブラックと言いつつも先端のガイドパイプだけはブラックになっておらずシルバーでした先端のガイドパイプまで真っ黒になっているペンっていうのは自分は聞いたことがないのですごく面白いなと思ってこの度購入することになりました実は通常色の 0.5mm の方も以前購入していて2本目のプロユース171となりました 従来の色の方は1500円だったので、マットブラックのモデルも1500円かと思ってレジを通したんですけれども、驚くことに値段は2500円でした。これは本当にびっくりしましたね。マットブラックに統一されただけで値段が1000円も上がるので、なかなか強気の価格設定となっています。 せめて2000円ならまだ仕方ないなと思っていたところはあるんですけれども2500円は結構高いですよねこちらのペンはただただかっこいいってわけじゃなくて他にも色々な機能が搭載されている面白いペンとなっていますそういうところも後で見ていこうと思いますではまずはデザインについて詳しく見ていきましょう キャップの部分はコード表示窓が搭載されていて 4H から 2B までの範囲を選択することができますちょっと疑問なんですけれどもこのくぼみのようなものは何のためにあるんでしょうか HB に設定するとくぼみが数字の右側の3時の方向に来るんですけれども 2H に設定すると8時の方向に移動されます 上から見た時に何のコードを使っているのかっていうのを把握するためなのかなと思ったんですけれどもあまりよく見えないですしちょっとよくわからないですよねマットブラックの塗装は結構丁寧にされているなといった印象を受けます値段は結構高いんですけれども品質においてはさすがメイドインジャパンだなといった印象を受けましたクリップは先端が尖った形状となっていて正直自分が嫌いなタイプのクリップでございます ただプロデュース171の場合は軸が結構長いのであまり当たる心配はないかなというふうに思います当たってもほんのわずかに当たるぐらいといった位置にあるのであまり気にしすぎるところではないかなと思うんですけれどももう少しクリップの形状はどうにかして欲しかったですロゴは灰色で書かれております 遠目から見たら何て書いてあるのか分からなくなってしまうほど、まあ、控えめな文字なので、まあ、ロゴを見せる気はないですよねあくまでも書くことに集中させるために落ち着いた色合いになっているんじゃないかなと思いますグリップはかなり均一にローレット加工がされていて触ってみた感触は痛いというよりかは柔らかいなという印象を受けました そしてこちらのペンはシュノークシステムという機能が搭載された多機能シャーペンとなっています。シュノークっていうのは英語ではスネークとも言われているんですけれどもヘビという意味があります。 蛇というのは舌を出したりしまったりするのが結構特徴的な生き物なんですけれどもその名の通りこちらのシュノークシステムというのはガイドパイプを収納したり出したりすることが可能となっていますそして芯のクッション機能というのもありましてグリップと軸を回すことで芯のクッション機能のオンオフが可能となっています 芯のクッション機能をオンにすると強い筆圧がかかった時に芯を引っ込めることができるので 0.3mm のシャープペンでは結構ありがたい機能だなと思います先端のガイドパイプを出したりしまったりすることができてさらに芯も出したりしまったりすることができるのでこの2つの機能がヘビ、えー、の下に似ているということでシュノークシステムと名付けられたんじゃないかなと勝手に想像しております 一番長くガイドパイプが出ている時は長さが4.5ミ、mm、リぐらいあるんですよね。水ャーペンは先端のガイドパイプが4ミ、mm、リなのが一般的なので、こちらのペンは結構長く感じます。個人的には4ミ、mm、リのガイドパイプは落とした時に折れてしまう心配もありますし、正直長すぎるなというふうに思うので、2、3ミ、mm、リぐらいガイドパイプを出して使うのが自分は好きなんですよね。 そんな自分みたいな人にとって長さを調節できるっていうのは結構ありがたいなというふうに思いましたペンを使わない時はガイドパイプが折れないように完全に収納することもできるんですけれども回し心地は金属が擦れるような感じがしてしまうのであんまり回したいなとは思わないです自分の場合は 2mm から 3mm ぐらいのところで固定したまま使っていこうかなと思っています通常色と比べると質感が全然違うので全く違うシャーペンに見えますね ロゴのデザインも微妙に違っていて、マットブラックの方は神経を表す0.3がプロデュース171の表記のすぐ右に来ているんですけれども、通常色の方はメイドインジャパンの右側に0.5と書かれています。 個人的にマットブラックのすごく残念だなと思った点が、口金の回し心地の悪さですね。もともとのカラーはすごく回し心地が滑らかで良かったんですけれども、今回の新色のマットブラックはザラザラとした擦れるような回し心地になってしまっているので、回し心地は悪いなと思ってしまいます。マットブラックのラインナップは 0.3mm と 0.5mm の2種類のみとなっています。では実際に描いていきましょう。 先端のガイドパイプまで黒色に塗装されているっていうのはなかなかないので書いてみるとちょっと違和感がありますね芯がどれだけ出ているのかっていうのが把握しづらいので勉強している時に気づいたら芯がなくなっていたみたいなことがあるかもしれないですガイドパイプがシルバーの方が使い勝手がいいかなっていうふうに、まあ、個人的には思うんですけれども先端まで黒になっているとかなりロマンがありますよね デザインについては、まあ、通常色とは比べ物にならないぐらいかっこよくなったなという印象を受けます真のクッション機能のオンオフが選べられるんですけれども折りやすい 0.3mm ですし自分の場合は常にクッション機能は使っていこうかなと考えています自分は 0.5mm のシャーペンをこれまでよく使ってきて必殺が結構強めなので 0.3mm を普通に使っていくとポキポキ折ってしまうんですよね でもクッション機能を搭載することで芯が全然折れなくなりますしかといって芯がペコペコ沈んでしまうといったこともないのですごくよくできたクッション機能かなというふうに思いましたただ芯が折れないだけじゃなくて指に伝わってくる感触も全然違っていて中のクッションで芯を吸収してくれているおかげでかなり滑らかな描き味になります久しぶりにこちらのペンを使ってみると思った以上にいいシャーペンでしたただ2つだけ欠点があるのでそちらの方を紹介していこうと思います まず一つ目は描いている時にキャップが振動してカタカタと音がしてしまう点ですね。それによって書き味がちょっと安っぽい感じになってしまっています。あと先ほども言った通り、えー、斜めに尖ったクリップが描いている時にどうしても指に当たってしまうので、クリップは取り外せるんですけれども、もう少し形状に関しては考えて欲しかったなというのが正直な感想です。 書いていくので残念だなと思ったのはその2点だけで、それ以外はかなりよくできているなというふうに思います。 どうしても機能をてんこ盛りにしてしまいますと、ペンの合成だったり安定感っていうのが衰えてしまいがちなんですけれども、こちらのペンに至ってはすごく先端が安定していて、ペン先のガタつきは一切感じなかったです。クッション機能をオンにした時の滑らかな書き心地は書いていてすごく心地がいいですね。これだけ気持ちよく快適に書けるなら、0.3mm でも全然ありかなというふうに思います。重心はペンの先端から約 7cm となっているので、結構低重心になっているんですけれど、 重量は 24g あるので少しずっしりとしたシャープペンだなと思って頂ければと思います。 めちゃめちゃ描きやすいというわけではないんですけれども、ストレスなく描けるほど描、まあ、きやすいシャーペンです。えまとめると書いててすごく楽しいシャーペンで自分好みな書き味だったので、もしかっこよくて書き味のいいシャーペンをお探しの方は結構お勧すすめできるんじゃないかなというふうに思いました。プロユースシリーズって結構面白くて尖った商品が他にも色々とあるので、徹底解説とか時間があったらしていこうと思うんですけれども、今回はプロユース171のマットブラックの開封で で,したではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。